皆さんこんにちは、徳田圭です。今回はプログラミングの変数をわかりやすく説明するといったテーマでお話ししていきたいと思います。今回の動画では、まずプログラミングの変数とは何かといったことをできるだけわかりやすくご説明をして、そして動画の後半では実際の現場で変数がどういった形で使われているのかという事例を交えてご紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それではまず本題ですが、先に結論から言ってしまうと、変数というのはプログラムの中でデータを一時的に保管しておくための箱のようなものです。プログラムの中では様々なデータを扱うんですね。例えば計算をさせるための数字のデータであったりとか、あとは画面に表示させるメッセージの文字列データであったりとか、あとはユーザーが画面から入力をした例えばユーザー名とかメールアドレスとか、そういったデータであったりとか、こういったデータをプログラムが処理しやすいように一時的に保管しておくための箱のことを変数と言います。プログラムというのは生涯で一度だけ動かして終わりっていうことではなく、基本的には何回も反復して呼び出されて反復して動かされるっていうのが前提なものです。プログラムの中に例えば1たす1の計算をしろというふうに書いてあった場合、そのプログラムは何度動かしても1たす1の計算しかしてくれません。何度動かしても2と答えるだけのプログラムですね。しかし箱 A 足す箱 B の計算をしろとプログラムの中に書いてあった場合、それぞれの箱に好きな数字を入れるだけでいろいろな計算をしてくれる形になります。例えば箱 A の中に4という数字を入れて、箱 B の中に3という数字を入れたら、そのプログラムは7という結果を返してくれます。プログラムというのは基本的にこのような形で作られています。この箱のことを変数と言います。入れるものによって中身が変わるので変数と呼ばれています。プログラミングというのはこの変数をいくつも使って処理を組み立てていく作業ですね。で、変数には先ほどの箱 A、箱 B のように好きな名前を付けておくことができます。まあ、箱にラベルを貼っておくようなイメージですね。この名前のことを変数名と言います。では実際の開発では変数がどのような感じで使われるのかという事例をご紹介したいと思います。実際のプログラムでは一つのデータに対して順番に処理を行っていく。例えばデータを加工したり、データを保存したり、データを画面に表示したりといった形で順番にいろいろな処理を行っていくため、データを箱に入れて処理をしていくといった事例が多いです。箱の中身のデータを加工したり、この箱とこの箱の中身を足して別の箱に入れたり、いらなくなった箱を捨てたり、まあ、こんな感じでプログラムはとにかく箱使いなんです。例えばこういったよくあるお問い合わせフォームの画面があったとして、ここにはお名前、メールアドレス、お問い合わせ内容といった項目があり、ユーザーはこの各項目にデータを入力して送信ボタンを押します。するとプログラムではユーザーが入力した各データを受け取ってそれぞれの箱にデータを入れます。これらの箱、変数ですね、にはそれぞれ名前を付けていて、例えばユーザーネーム、メールアドレス、コメントといった形で、分かりやすい名前を付けておきます。これらの変数にユーザーが入力したデータが入った後、次の処理に流れます。次の処理では箱に入っているデータが正しいかどうかっていうのをチェックする処理ですね。例えば名前が正しく入力されているか、メールアドレスに入力された形式が正しいかどうか、ちゃんとアットマークがついているかどうか、こういったところをチェックしていきます。そしてチェックに問題がなければ次の処理に進んでいきます。最後の処理では箱に入っているデータをそれぞれ取り出してメール文面を作成し、お問い合わせフォームの管理者にメールを送信するといった処理ですね。だいたいこんな感じでプログラムでは変数にデータを入れて、それを使いながら様々な処理を行っていきます。変数についての基本的な説明は以上なんですが、最後に少しだけコードの話を。変数には今回のように単純に一つのデータを入れておく、まあ、シンプルな箱だけではなくて、複数のデータをいっぺんに入れることができる便利な変数もあります。これを配列と呼ぶんですが、まあ、通常の変数が単純な箱だとしたら、配列は引き出し付きの箱のようなイメージですね。各引き出しにいろいろなデータを入れておくと、一つの箱としてまとめてデータを扱うことができます。これはあるまとまったデータをいっぺんに管理したいといった時に便利ですね。実際の開発でもかなり頻繁に使います。あとはさらに高度な変数として、変数自体に機能を持たせるといったこともできます。これは箱にただデータを入れておくだけではなくて、箱自体に何かの処理を行わせることができるといったイメージですね。
データに対して毎回行うような処理はこのようにしておくことで毎回同じ処理を書かなくて済むので便利です。あと一般的に変数というのは宣言というのが必要で、これは変数を使う前に、まあ、箱自体を作るというようなイメージなんですけど、 PHP というプログラミング言語ではこの宣言が必要なく、使いたい時にいきなり箱を使うことができるようになってます。こういった点も PHP が初心者にとって分かりやすい言語と言われている部分だと思います。僕の講座でも PHP をメインの開発言語として採用しています。というわけで今回は以上になります。僕のチャンネルでは独立系プログラマーを目指す人のために現役プログラマーの視点から実践的な情報やノウハウを発信しています。もし参考になったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それではまた。